アメリカの人気歌手、テイラー・スウィフトさんの性的な偽画像が拡散されていることを受け、旧ツイッターの X は、スウィフトさんの名前を一時的に検索できなくする措置を取りました問題の偽画像は生成 AI で作られたものとみられ、アメリカメディアの報道によりますと、ある投稿は4700万回以上閲覧されたといいます。ここのの問題に対ししホワイトハウスの報道官は、憂慮すべきととだとした上で、 バイデン大統領は生成 AI のリスクを減らすことに全力を尽くしていると述べました。